レートメモリー。皆さんこんにちは、レッドです。本日何をするのかと言いますと、こちら LED テープです。今日はですね、新しい LED テープをアンダーにつけようかと思ってこれを購入しました。今回購入したのは 5m の青の単色の LED テープです。で、今回はこの 5m、 これもう1本丸ごとつながってるんで 5m どうしても切らないといけないです。なので、今回は切ってつなげるやり方をご紹介したいと思います。取り付けはもう以前の動画を見ちゃってください。これね、これ見ちゃってください。じゃあ今からカットする LED テープの取り付けやるよ。ついておいで。危ない。さあ始めました、レッド先生の DIY シリーズ。今回はどんな技を見せてくれるんですか。それではレッツスタート。まずはですね、この LED テープ、使いたい長さまでまず伸ばします。だいたいこの辺。そして表の方を見ると分かるんですが、このね、なんか点々点みたいなのあるでしょ。ハサミのマークがあります。このハサミのあるマークのところを切って、この丸が4つあります。この丸の4つのところにプラスマイナスと書いてるので、あとはここにハンダ付けを切ってつけていくだけです。ではまずこのハサミのマークのところを切っていきましょう。チョッキンチョッキン。はい、このハサミマークをチョッキン。 OK。 次にこちら、この先ほど切ったところにこの透明なね、樹脂みたいなのがついてます。この樹脂みたいなところをカッターで切って、この部分、この部分をむき出しにして、一皮むけた一皮むきましょう。一皮ね、下ネタじゃない。それではカッターを使ってここを切ってきます。下まで切りすぎないようにちょっと注意してください。ある程度切れてきたら、少し切れ目を広げながらカッターの刃を軽く通してきます。で、十分に切れたらこのままね、ここをむしり取ります。はい、取れました。これで今むき出しです。今からここにハンダ付けをしていきます。その前に、ハンダ付けをする前にこちらの収縮チューブ、こちらの収縮チューブを先ほど加工した LED にかぶせておきます。4センチぐらいでは十分でしょう。収縮チューブ、 LED に収縮チューブをかぶせます。えい、ピュッ。そしてお次に、こちらのこの配線、こちらの配線を電光ペンチを使ってむき出しにしていきます。ふい、むけむけ。このむけむけになったこいつをね、今からこちらを使ってハンダ付けしていきます。先ほど切った LED を地面に置いて、こう配線の方をね、少しこういう風に曲げて、ここにこうやって置いてあげて、ここにね、なんか重りを置いてあげるとしっかり固定ができます。 OK。 じゃあハンダを温めながら回し込んでいきます。はい、ついた。もう一丁。はい、こんな感じでできました。そして今のままでは防水加工ではないので、こちらのホットボンドを使って、先ほどカッターで取り除いたところにこのホットボンドを塗り込んでいき、先ほど先にはめた収縮チューブを元に戻して、ドライヤーで炙っていけば防水加工完了です。それではホットボンドをつけていきます。根元の方から集中して、LED 本体側と配線の方に気持ちたっぷりつけましょう。で、ある程度ついたら収縮チューブを元に戻していって、これ熱がね、冷める前にやっちゃいましょう。かぶせました。そしてここでヒートガン、このヒートガンで温めるといいでしょう。はい、収縮チューブが熱で縮むのと、ホットボンドが熱で変形して、この圧縮圧着がどんどんされていきます。ここから溢れ出してるぐらいがちょうどいいです。今ここが完全水が入れない領域になってます。これで完全防水加工が完了しました。はい、皆さん、これが新しい LED テープです。
めちゃくちゃね明るいです。しかもこの画像に映ってる感じよりかは若干紫っぽいような感じの青ですね。綺麗です。LED テープどうでしたか？最初は苦戦するかもしれませんが、慣れればそこまで難しくないです。で、5メートル売りとかそっちの方がね、安いんで、切ってやった方がしかも長さが自分の好きな長さにできるので、皆さんこれを機会にぜひ作ってみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるレッツカーエンジョイ。リモコンとコントローラーユニット、 LED の配線ケーブル、そして LED テープがぐるぐる巻きにされたこちらが入っております。レッド先生、車を打ちたいです。